はい、では問22、建物をこちらを見ていこうということになります。で今回問22なんですけれども、ちょっとですね、今までの記述式の問22とは書きぶりが違ったというですね、印象を受けます。というのも2つのですね、滅失と表題、この2つの登記をこう別にこう申請するという関係で、そのあたりはこう入り組んじゃってるんですね。まあちゃんとこの読んで紐解いていけば、まあ、単純な滅失それと単純な表題、まあもちろんね、それぞれ特定とか、増築をしてるとかね、そういうプラスアルファの論点っていうのはあるんだけれども、まあ、中身を見てみると目的的には、滅失と表題っていうですね、よくある申請を書かせる、だけどこれが難しかったんですね。入り組んでますので、そこをこううまく一つの問題の中にね入り組んでるから、読み解きながら、解かなければならなかったということになります。では見ていきましょう。はい、問22、39番3の土地上には2個の建物が現存しており、まあ、この調査図っていうのはここですね。今39番3という土地の上には2つの建物が存在しているということになりますし、この調査図っていうのが、まあ、今のね土地の筆割り、まあ、これを示しているということになると。で同土地上には本県旧建物というものが存在していた、ですが取り壊されて現存していないということになります。またこの建物の南側には次の平面図の通り本県新建物が現存している。本県建物の記載っていうのはこの調査図の中にこの中に省略するとありますので、この平面図っていうのをこっちにね落とし込んであげないと、ってことはこの新建物の表題を申請することになるんですけれど、これがどこにあるのかっていう所在、建物図面で分かる所在のところがちょっとブラックボックスになっているというか、論点化されているということになります。はい、ということで問1から問4まで答えなさいということで、注意書きを見ていきましょう。すべて適法、書面申請、建物図面は500分の1、各階平面図は250分の1、建物図面に記載する距離の単位は小数点以下第1位までとすること、まあ、なかなか特徴的な注意書きですよね。ここはしっかり押さえておきましょう。5番、訂正はいつも通りということが書いてあります。で、調査図を見てみると、まあ、こういう座標の値で各筆回転のですね、座標値が出ているような形になっていると。括弧内は土地の地盤、一覧表の通りである、北は102番の西側道路、102番西側道路、と平行であると、まあ、こういうことですよね。破線形状は39番3に現存する建物の状況である、がしかし、こっちは省略しているというのが全文に書いてあったということになります。まあ、ちょっとなんかポーチなんていうのが書いてありますけども、まだ何のことだかわからない。では問いを見ていきましょう。問1、第1欄には旧建物に関する登記の申請書、これを完成させなさい。45条の定め、自覚を明確にして申請書の内容を書きなさい。では問1っていうのは旧建物に関する問題ですね、申請書を書くと。問2、五輪松子さん、すごい特徴的な名前ですけどもね、今後一番北側にある建物について解体移転または栄光移転の方法により旧建物を取り壊した場所に移動させようと考えている。まあ北側っていうのはこの四角い建物ですよね。で標準化するときどのような手続きが必要になりますかとの質問を受けた。この質問に対し解体移転栄光移転それぞれの場合について説明すべき適切な内容として1、表示に関する登記の申請義務の有無と申請義務がある場合に申請すべき登記の目的、この2つを1に書く。これをなんかね、になんかどこに書けばいいのか分かんなかったっていう人もいますけども、2その理由、ということ、ただまあね、まだ
まあこうまあね、解体移転と栄光移転っていう、キーワードで、もうな何を聞いてるのかね、分かっちゃった方いらっしゃるかもしれませんけども、まあ、特にねこの図がありますからね、まあ、でもその旧建物を取り壊した場所っていうのがどこなのか分かんないと間違えちゃうので、これは要注意です。まだこの時点では答えられません。丸3、第3欄の申請書を埋めて、今度は本件新建物に関する登記の申請書を書きなさいと。だから旧建物と新建物2つの申請書を書いて、新建物についての建物図面、各階平面図を完成させなさいと、こういう問題になっているということになります。では見ていきましょう。はい、新建物は平面図で1階2階3階というふうに平面図が書いてあります。距離の単位はメートルである、括弧内は土地の地盤、建物の測定値っていうのは外壁等の隅角部、なのでこう壁があったらこの部分ですね、ここを計測した距離である。まあこの図もよく見ると図もよく見るとね、ちゃんとそういうふうに正確に書いてあるんですけども、角、隅角をこう取った距離であるということになります。角はすべて直角です。この鍵括弧内の距離というのは建物1階の外壁との距離なので、まあ、これはそのまま建物図面に使えるでしょう。これですね、この辺り、まあ、使えないんだけども実はね、でもまあこの数値っていうのは壁圧を考慮する必要はないということになります。5番、新建物は鉄骨層合金メッキ鋼板武器で、建築されており、外側に壁がある、柱の外側に壁がある、こんな建物、でもう同じ図書いちゃいましたけども、ね、この辺長っていうのはこの角の長さであると。壁圧はすべて10センチで、中心線は角から5センチメートル内側、柱の外側に壁がある場合、まあ、択一でも出ますけども、壁の中心線が床面積ということになります。なのでそれぞれ5センチ内側に入るわけですね。5センチ、0.05 っていうことは合わせると5センチ ×2 の10センチ分それぞれこう内側に入るような、そういう感じになるということですね。見ていきましょう。天井までの高さはすべて 2.7m 以上である、星は重なっている位置を示す。エレベーターは2階および3階への専用エレベーター室を示している。なんかこの辺りポイントになりそうですよね。9番、外階段は1階から3階まであり、まあ、外階段っていうのもキーワードです。床面積になりませんからね。玄関に接続し3階で15C の玄関に接続する。外階段並びにバルコニーは外気分断性、バルコニーもキーワードです。外気分断性を有しないと、ありますから、外階段もバルコニーも床面積から外してあげる必要があると。これね、あとここか。であと外階段ですね、これか。外階段っていうのは床面積から外してあげるということになります。じゃあ続き見ていきましょう。五輪松子さんは39番3 42番1 2 3、さらに43番の土地を所有していると、まあ、だから、まあ、この辺りを、所有しているということになります。で、令和2年9月18日に本件建物を新築、新建物を新築ですから、まあ、年月日、新築の年月日というのはこの日付になってくると。建築業者から本件新建物の引き渡しを受けた、所有権証明書は9月18日のものが1個入ります。その後、五輪松子は薬剤師である長男に対し1階部分と3階部分を賃貸した。その後、五輪松子はこの長男から1階ポーチ部分について
薬局への外気の吹き付けを緩和するため、新たに建具等を設置してほしいとの依頼を受けたため、直ちに同部分について外気分断性の備わった建具と壁を設置してエントランスとする工事を行い、令和2年10月12日に工事が完成したと。だからまあ所有権証明書がこう2つあるわけですね、日付が入った。なので、まあ、表題登記なんですけれども、あの2つね、あの日付を書く、年月日新築と年月日増築。ちょっと特殊ですし、別にこれを書き方をね、あの知ってる人っていうのは、まあ、ほぼほぼいないかったと思うんですが、まあ、日付が2つ入ってる以上ですね、まあ、こう書くということになります。はい。五輪松子さんっていうのは39番地3住所を有していたが、転居して42番地2への転居の手続きを行ったということで、まあ、ここもね、住所は変わっているということになります。これ要注意ですね。今回4番、本件新建物1階部分は薬局、2階部分は五輪松子さんと姉との共同住宅、3階部分は長男の住宅としてそれぞれ利用されている。ね、これまあね、まあ、見た通りですね、構造上利用上の独立性がありますので、まあ、区分建物としても登記できる建物だったんですけども、区分建物として、登記することは望んでないと、ね、非区分建物として登記することを希望していると。じゃあこれ種類は何っていうと、まず薬局ですから店舗が入ります。でもう一個、共同住宅居宅なんですが、共同住宅転居宅っていうのは、これはあの誤りということになります。まあ、2つある場合は、まあ、両方でね、あの居宅とするか、両方とで共同住宅とするかと、まあ、そういう考えがあるわけなんですけども、まあ、ここは性質上1棟の建物としない非区分建物にする関係で、共同住宅として登記すべきです。2階3階については。で1階部分が店舗で、2階3階が共同住宅ということになりますので、まあ、あの床面積が多いか利用価値が高い方を先に書くというのが、まあ、一般的なので、まあ、共同住宅転店舗、これがですね、あの建物の種類の表示になるのかなというところになります。で、まあ、この辺りがですね、新建物の話で、令和2年10月12日、まあ、この工事が完了した日と一緒ですけども、こちらでは旧建物の取り壊しの工事が完了した。家屋番号を失念したため、家屋番号特定の依頼を合わせて行ったと。なので、滅失した建物、旧建物って何なのかっていうのも、特定しなければならないということになります。6番、申請件数が最も少なくなるように。7番、10月13日に五輪松子から新建物と旧建物について必要な表示に関する登記、これの依頼を受けて16日に申請を行ったというふうになっていると。じゃあまずはですね、問1の方、旧建物の特定、こちらから見ていきましょう。はい。本件旧建物はもうですね、取り壊されて現存していないということになります。で、調査図にはこれ現存する建物のですね、場所が書いてある。で、このあとこれまあ見てみるとですね、あの3つ建物がそれぞれ建物図面と登記記録が1、2、3、まあ、3つあるので、この3つのうちですね、滅失した建物はどれかっていうのをこの家屋番号を見て、判断してあげるということになる。で、家屋番号を探してあげると、この図から判断してね。じゃあまずこの39番3の建物について見てみると、39番2の上にある、こっち北ですからね。で、これを見てみると39番2のが上にあるということで、まあ、形状からしてもですね、真四角の建物ってこれだけですので、まあ、この建物、これが39番3で、これ調査図に書いてあるのは現存する建物ですので、こいつはですね、まだあるということになります。続きまして39番3の2を見ていきましょう。
39番の2っていうのはこのカタカナのコの字型の建物です。で上と下に林家、林家というのがありますよね、うん、でこれ建った時には2つあったわけです。でこれ見てみると、うん、まあ、39番2から 9.11 ですか、11.6 か 11.6 離れていて、まあ、お隣さん40番、まあ、41番2っていう土地があるんですが、見る限りですね、合筆されてますね、40番の土地に合筆されている、まあ、当時はあったんでしょうと、うん、また42番という主号がない土地がありますが、それも今3筆に分筆されているということになります、ですけども、まあ、この位置関係とこの形状からしてこれが39番3の2の建物である、要は現存している建物ということになります。ってことはあとこれですね、うん、まあ、こんな形のものは、この中にないので、これが今回の滅失する建物ということになります。39番3の土地上にある、うん、ということですね。でこれを見てみるとこれですね、39番3の4、こちらが今回滅失する建物ということになると。でまあ見てもらうと、うん、付属建物が上にありますね。車庫があると。で今回は取り壊したとあるので、うん、まあ、両方ね同じ10月12日に、取り壊したと、うん、いうふうに読めるので、うん、この主と付両方についてですね、滅失の登記申請書、これを書くということになります。じゃあ書いていきましょうか。はい、第1欄問1ですね、うん、こちら建物滅失登記ということになります。添付書類としましては、まあ、代理権限証書だけでいいんですが、こちらですね、まあ、さっき住所の変更があったと言った通り、五輪松子さん登記上の住所がですね A 市 B 区 T 町3丁目39番地3になってます。ですが現在はさっき星を書いたところですけども、うん、これね、同地、同町の3丁目の42番地2にこう転居の手続きを行ってるわけですね、うん、なので申請人の住所っていうのは42番地2になるということになります。で、この所有権登記名義人と住所が異なると、ですけども土地の地亩変更と建物の滅失については、うん、変更証する情報を提供することによってその、ね、間が分かれば、うん、こっちの所有権の変更しなくても地亩変更と滅失登記については申請することができるというのがあるので、まあ、ただ変更証する情報が必要ですので変更証明書、こちらが必要になると。これ住所証明書ではありません。住所証明書っていうのはこっちのね、表題登記の方に提供する住所を証する情報ですから、住所を証しているわけではありません。こっちは登記記録と申請人のこの変更をつなげているので変更証明書というものになります。なのでこっちは転居後のですね A 市 B 区 T 町3丁目42番地2の五輪松子さん、これが申請になるということになります。であとは登記記録からですねこちらを移してあげれば OK。 A 市 B 区 T 町3丁目の39番地3、うん、家屋番号、まあ、これが今回キーになるのでちょっと配点高いでしょう。39番3の4で、州と付属がありますし、付属は、ね、特に滅失とかされてませんので、こちらは今回の滅失登記で滅失したということになります。州それと符号1
まあ、まあ、全部これを転写してあげればいいわけですね。居宅、店舗。木造。あとこのスレート武器がね、漢字なんですけれども、うん、まあこれ漢字のままでもいいんですが、うん、申請書で書く場合はこのひらがなで、うん、いつもの表題登記と同じようにですね、書いてあります。2階建て、1階が 84.05、 2階が 26.49 ですね、うん、で主の方は車庫、鉄骨造、合金メッキ、交番武器、この武器も同じですね、うん、平屋建て、50.45。はい、で原因日付なんですが、主と負ですね、まあ、一緒に取り壊してるんでしょうというの話ですから、主である建物の方だけ、うん、原因日付書いてあげればもうこの39番3年の登記録は閉鎖されるということになります。令和2年10月12日取り壊しです。はい、これで統一の申請書ができたということになります。では第3欄ですね、表題部の方をこちらも書いていきましょう。登記の目的は新築ですので建物表題登記と、なります。建物図面、各階平面図、もう表題登記のね、オーソドックスなやつです。所有権証明書、住所証明書で代理権限証書ですね。はい、代理権限証書、うん、で申請人はこれですね、五輪マツコさん、 A 氏、 B 区、 T 町、3丁目42番地に、当然ながら転居後の住所です。五輪マツコさんというふうになると、うん、でここからがね、ちょっと論点になってくるんですけれども、うん、この調査図の中には、新しい建物っていうのは記載がありません。なのでこの平面図から読み取ってあげるということになります。で見ると42番3 42番2 42番1、この3つにまたがってそうだなと、うん、またってないんですけど、このこれがあるからね、またがってそうだなって印象を受けるのと、この42番2っていうのが、まあ、どこにあるのか、ね、うん、この3筆の中の、うん、所在っていうのは、床面積がある部分っていうのはどの土地なのかっていうのが、まあ、はっきりしないわけですね、うん、ですが42番4、それと102番道路、うん、この2つからの外壁までの距離が出ています。そうするとこれですね、ここの42番4からの距離が出てるとということで、この G と I、 この距離を見てあげると、じゃあ42番3っていうのはどこにあるのかっていうのが分かってくると、うん、G と I、 G と I、G、I 見ると Y 座標はそれぞれ0ですので、うん、もう真北、座標北の方にですね、単純にこうなってるとってことで 19.90引くことの 17.40 すると 2.5 メートルと。ってことは42番3っていうのは 2.5 メートルのこの幅
があるわけですね。そうすると奥さん、ここから 2.5 メートルですから、外壁までの距離 3.2 メートルのところ 2.5 メートルまでが42番3なので、まあ、こんな感じでね、本件建物っていうのは床面積が42番3にはないということになります。なので42番地3っていうのは土地の建物の所在には入らないということですね。まあ、42番地1になるのかが入るのか、まあ、入るんですけども、入るかについては、まあ、ここからちょっと計算してもいいですし、建物図面をね書いてから把握しても良いでしょう。ではなのでちょっとこの辺りでね実際本当に解いた時は各階平面図と建物図面の作図に移ったということになります。であとこのポーチがねもともと外気分断性がなかったものがエントランスになったということなので外気分断性ありますから1階というのがこの四角の形になってくる。具体的には底辺12メーター、高さ 6.1 メーター。ただしこれ角部分の距離ということですから実際はここからですね5センチの2倍 0.1 引いてあげなければならない。なのでこうですね、1階というのは横が 11.9X が6メーターとこれが1階の床面積になるということになります。で2階も、外気分断性あるところを見ると1階と同型ですね。だから1階2階各階同型でこの床面積になってくると。3階はこのバルコニーがある関係でちょっと色変えますけども、こういう形になるわけですね。でここっていうのは星で重なってますから6メーターっていうのは変わらない。なので3階というのはこういう形になる。0の 11.9、0の6なんだけれど、ここの部分が 4.3 のところを壁厚分、引いてあげますので 4.2 で、ここの距離というのは、4.1 ですね。これはクランク状の形状ですので 4.1 のままです。これが下書きというかいわゆる設計図と言われるもので1階2階3階、これをもとに、各階平面図を記載するとこのようになります。今回旧跡表とか床面積の表示省略していいっていう指示はありませんのでこの記載も必要です。1階2階各階同型でまとめましたが、まとめなくても構いません。3つ入るんでね、なので、まとめてもいいしまとめなくてもいいし、でこれが各階平面図になってくると。建物図面の方、書きますと42番1に及ぶことが分かります。及ぶし42番3のところは逆に及びませんので 2.5 メーター分この 3.2 っていうやつから引いてあげなければならない。なのでちょっとここに書くと42番3からのこの離れ、2つあるかこっちとこっちですけどここの2つの部分っていうのが 0.7 になる。 3.2-2.5 で 0.7 になるということになります。なのでこの下のちょっと見にくいんで PDF でダウンロードしていただければと思うんですけども下が 0.7 でこっちは102番までの離れですのでそのまま 3.9 っていう値を使ってあげればよいと。注意書きにあった通り小数点以下第1位までというふうにしなければなりません。あとはですね42番1結構長いんですけども建物が所在する土地ですので全部書いてあげる必要があると。臨地の地盤も必要です。42番3も臨地の地盤になります。道路は地盤が付してありますので102番道路でもいいし道路102番でもいいんですが両方記載するのが望ましいでしょう。床面積が多くあるのは42番2の方で42番1ですから
床面積が多く損する42番地2を先に持ってきて、建物の所在は AC、B 区、T 町3丁目の42番地2点42番地1、これが建物の所在になります。表題登記ですので家屋番号は書かないんですが、今回は略という表記がありました。方位と単位メートルもお忘れずにということで、図面形はこんな感じですね。では、続きを書いていきましょう。はい、今の各階平面図からそれぞれの床面積が1階、2階が 71.40、 3階が 64.02 というのが出ました。なのでそれをここに書いてあげれば OK。 所在は42番地に42番地1です。 A 市、 B 区、 T 町、3丁目の42番地に42番地1、家屋番号記載不要で、1個しかないので主婦の別もいりません。で種類は先ほど言ったようにですね、2階3階共同住宅ですので、共同住宅店、こっちでもいいですけども、で薬局ですので店舗です。店舗、構造は問題文にあった通りですね、鉄骨と合金メッキ、鋼板武器、鉄骨造、合金メッキの鋼板武器の1階、2階、3階、3階建てです。床面積は1階、2階が、それぞれですね 71.40 で、同型でして、3階がちょっと少なくなりますね、64.02。 原因日付に関して、なんですけども、まあ一旦ね、新築年月日としては9月18日ですが、その後10月11日に増築して、床面積が増えています。なので原因日付は令和2年9月18日、こちらが原因が新築になると。でこれ次増築書きますけども、丸3はいりませんね。丸3を下に書くことになりますから、令和2年10月12日増築。所有権証明書がね、2つの日にちにまたがりますので、またがるというか分かれますので、2つ日付も書いてあげた方が良いでしょうと。これで、新建物の方は完成ですね。では続きまして、第2弾の方を見ていきましょう。改めて問題見ていきますが、一番北側にある建物について、旧建物を取り壊した場所に移動した。じゃあ旧建物の場所ってどこなのかなっていうと、ここです。42番1のちょっと上、42番1っていうのはこれですよね。ちょっと上ってことはこれです。39番3のところにこいつを移動させたということ。もともとの39番3の建物も所在は39番地3で、取り壊した方も39番地3ですので、所在に変更が生じてないということになります。じゃあそれを頭に入れた上でですね、この解体移転、栄光移転について、まず申請義務があるのかどうなのかというと、解体移転の場合は同一性が失われますので、それはちょっとこっちに書くことになるんですけども、一旦ね、壊してまた建物を建てるので、建物滅失登記それと建物表題登記
これが必要になるし、これいずれも申請義務はあるということになります。一方栄光移転の場合、これなんですが、別のですね、土地にこう引っ張っていったという場合は所在に変更が生じますので、表題部変更登記、まあ、年月日栄光移転を原因とするようなですね、所在の表題部変更登記、これが必要で申請義務が発生するんですけども、今回同一地盤上での、ね、同一土地上での移動ということで登記記録上には何ら変更は生じません、うん、なので登記の申請義務はない、まあ、建物図面の変更の申し出はすることはできますけども、うん、登記の申請義務はありませんので、こちらはなし、これが正解になります、うん、もっとも申請義務がある場合に申請すべき登記の目的を書くわけですから、ここは空欄が正解ということになると。で、その理由なんですが、解体移転した場合は、まあ、同一性が失われるから。同一性が失われるので、同一性が失われるので、まあ、失われるためのがいいですね。失われるため、うん、名室と表題を申請しなければならないということになります。一方栄光移転の場合は同一土地上の移転で所在に変更が生じません。所在に変更が生じないため、うん、なので表題部変更登記を申請する場合に当たらないと、まあ、ここにね、建物図面の変更の申し出を申請すべきだからとかでもいいんですけども、まあ、そもそも申請すべきなのは所在に変更が生じないためですので、まあ、理由としてはこっちが適正でしょうということになります。はい、ということでこんな感じですかね。うん、問22は以上ということになります。まあ、ちょっと2つの登記が、こう入り組んでいるようなね、問題の中で入り組んでいるのもありますし、まあ、キーワードは特定ですね。滅失する建物はどれなのか。うん、あるいはね、その栄光移転。解体移転をした先はどこなのか、表題登記をする新建物の所在はどこなのかみたいな、うん、そのね、特定が今回は問われていた、まあ、非常に実務的というか、うん、そう感じた問題であったということになります。ですので、まあ、この、家屋番号を間違えた、うん、とか所在を変えたみたいな、その一番のポイントとなる特定の部分、ここを外してしまうと結構ポロポロとね、原点が重なるような、うん、そういった問題になっていると。なので、問21、こちらがですね、土地のポイントっていうのが G 点 H 点あそこだったとするのであれば、問22のポイントっていうのはその特定の部分ということになります。なのでそこをですね、しっかりと押さえなければ基準点は結構ね厳しいんではないかなというふうに考えます。はい、では問22は以上ということになります。はい、ということでですね、問22建物、それと問21のですね、土地見ていただけましたでしょうか。うん、まあ両方のキーとなるところ、これを落とすと、まあ、基準点が危うくなってくると、いうところを鑑みますと、まず先ほど最初のね、択一、択一の基準点なんですが、13問。そうすると、32.5 点ぐらい、うん、まあ、これが基準点になってくるでしょう。で、記述に関しては、両方土地と建物合計しますと、まあ、これ30点いかないんではないのかなというふうに思います。キーとなるところが結構ポンポンね、非常に減点が多くて、ちょっとこれもね、微妙なところで令和元年度の、開示請求答案って相当見たんですけども、まあ、それの減点方式で令和2年度、まあ、ちゃんと見ると 29.0 点ぐらいが基準点になるのかなと、
まあ、ただし結構今回あのキーを落とすと減点幅がめちゃくちゃ大きいんですよね、うん、なのでそこが配点調整ということで、例年ねあの分布が広がるように配点調整っていうのがされます。ちょっと配点調整がどういうふうにされるのかっていうのはこれは本当に全員のねあの回答を見ないとわからないので、あくまでも令和元年度ベースの採点で行くと 29.0 点ぐらいになってくるであろうというふうに考えます。そうするとこれ合計しますと 61.5 点ですか、ね、じゃ あ, あの合格点って何点なのかなというと、まあ、ここから11点ぐらい乗るんで、ただしねちょっと今回記述が結構低めにこれ基準点出してるんで、うん、もうちょっと乗っけて合格点は 73.0 点ぐらいかと、うん、もうちょっと上行くかもしれませんけども、それはまあ記述の配点調整次第ですけども、うん、まあ、基本的にはあの自己採点をする場合は令和元年度の点数でやるしかないじゃないですか、ね、それで考えると令和元年度の試験の配点ベースでいくと、まあ、上がるとのね、あの開示請求答案を去年送ってくれた人は、うん、まあ、採点表分析結果がお手元にいってると思いますので、令和2年度もねあの基準がこうやって、あとプラスゼミの方とかはね、計算できるかなと思うんですけども、まあ、それで言うと、まあ、こんなもんかなと、うん、まあ、あとは配点調整で記述が上がれば合格点も上がってきますけども、まあ、こればっかりはこれやっちゃうと本当に予想になっちゃうので、うん、当てにならない、ただのねあの数字になっちゃうので、うん、当てにならないんですが、まあ、令和元年度のベースで採点した人が今回合否を判断するには、まあ、このあたりのねあの数字を使ってくれるといいのではないのかなというふうに思います。はい、ということで、午後の部に関してはこの徹底解析以上ということになります。うん、まあ、ちょっとねじゃあ令和元年度の、採点だとどうなるんだと、うん、いう方はですね、ぜひあの受講相談等をお申し込みいただければと思います。また今年はですね、ちょっとコロナ禍の影響で、午前の部免除を測量証で、やられる方は午前の部も受験したということですので、今年はですねあの午前の部の徹底解析も、うん、ご用意がありますので、ぜひそちらもご視聴ください。はい、ということで、以上です。